日本神奈川県川崎市、中原区、木月大町木月大町は、神奈川県川崎市中原区の町名。町名のない単独町名であり、2004年10月12日に、住居表示が実施されている。郵便番号は211-0031。面積は20.3ヘクタールである。中原区の南部に所在し、日家療養水の支流である渋川の右岸に位置する。 駅内の北側を法政大学第二中、高等学校や法政大学のグラウンドが占めており、南側には高層マンションが立ち並んでいる。木月大町は北端で今井西町、今井中町と東端では渋川を挟んで今井南町、木月伊勢町と接する。南端では木月祇園町と接し、西端では伊田三枚町、下小田中と接する。 これらの町域はすべて中原区に属しており、木月大町は市、堺役堺には接していない。当地は江戸時代には深町や大沼と呼ばれる地で、その名の通り停出地の水田となっていた。1940年、高知整理により木月大町が木月から分立したが、その少し前に厚生大学予科が設置され、北側の水田は埋められていった。そして、 残った水田も昭和30年代には住宅地へと変貌した。なお、設置時には気づき大町という読みであったが、住居表示の実施に合わせて、それまで通称として使われていた気づきをお町を正式な読みとした。2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。